YouTube I'm です。The Sims 4 Play 続きしていきたいなと思います。なんだ、どうしたんだろう、待って。どうしたの、なになになに、どういうこと、謎い。はい、ですね、まあ、起きたついでに、いたずらスキルのレベルを上げていこうかなと思うんですけれども、こうね、レベルが、こう、上がれば上がるほど、こう、上がりにくくなるんですよね。その、スキルレベルが。なんで、ちょっとした裏技を使ってですね、まあ、早くスキルが上がるようにしていきたいなと思います。ちょ、なんか、家族のこと考えてる。やり方なんですけれども、ソーシャルクリックします。で、必要なパックがいるんですよ。で、このことをするのに必要なパックがこちらです。で、クラブに参加をします。で、クラブを作成します。で、名前を入力。まあ、家族のみにするので、彼女じゃなくて、家族。で、家族専用なので、招待制にします。で、家族は、まあ、絆すごいよみたいな感じで燃えてこう。で、誰を招待するかというと、まあ、家族なんで、梅子を招待します。で、こんな感じでですね、クラブ活動を、まあ、これを選ぶことによって、で、この動作、ここですね。選んだ動作をすることによって、まあ、このポイントがですね、結構ボーナスポイント的な感じで、多く取得できるんですよね。まあ、入浴したりだったりとか、テレビを見るだったりとか。で、まあ、あとは、まあ、趣味。まあ、映画を見るだったりとか。映画どこだ？映画を見たりとか、そうですね。あとは、まあ、何にしようかな。まあ、今のところ、もう一個家での活動として、まあ、オブジェクト修理したりだとかですかね。こんな感じで、いきます。まあ、タラバリマはなしで設定して、こう、ポンと確認します。そしたら、こう、周回開始を常にしときます。こんな感じで。で、たまにバグで、仕事行かなかったりとかするんですけど、そういう時は周回を終わらせろをクリックすれば、そのまま仕事行ってくれます。まあ、仕事行ってる時とかでも周回開始してる時とかもあるんですけど、なんかね、そこ不安定なんですよね。で、クラブポイントは、こんな感じで、このポイントを貯めることによってですね、スキルボーナスを取ることができるんですよ。で、今、うんたろうだったら、いたずらスキルをどんどん上げていかないといけないので、400貯まったら、このいたずらブーストを取ります。で、周回開始した状態で、スキルを、こう、取得していると、まあ、スキルが上がるのが早くなりますっていう感じですね。で、もう一個なんですけれども、こんな感じでやったら、まあ一番いいの、落ち着く静けさ。これも、本を家の中で読んでるときに、こうやって、本スキルから学ぶスピードが速くなるので、これ、取っておくといいと思います。で、これプラス、まあさっきこのグループを組んだ感じで、起動させておくとスキル取得が速くなりますよっていう感じですかね。はい。じゃあ、スキルをどんどん取得していきたいなと思います。まあ、前々から、こうなんかプライベートでシム遊んでるときはこういう感じでスキル上げようどん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 やってたんですけれども、まあ、今さら、何話目だみたいな。100話近くにして今紹介するのかみたいな。はい、すいません。うん。いや、そのうち紹介しようかなとは思ってたんですけれども、今になったっていう。やつですね。いつの間にフォン。そこで読んでたんだ。あ、今下で読んでくれてるのかと思ってたら、なんかベッドで読んでますね。じゃあ、どん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 ですね、このスキルを取得していただいて、で、こんな感じでテレビも見てくれてるので、ポイントが入りや、多分早送りにしたら早いかも。こんな感じで。ポイントがですね。あれ？そうだよね。テレビ見てるから。アングリュー。早くなってるはず。ご飯食べたらトイレ行っ
ていただいて、片付けて、こことかも綺麗にしてこーっと。いましたね。ゴーって、たまーにこう上がってってますね。どこだっけ？こんな感じで。まだまだ上がらないんですけど、この、選んだ動作をすることによって、こう、上がりが早くなりますよっていう感じですね。で、バットのとこは設定してないのは、この行為を行っちゃうとポイントが下がっちゃうので、めんどくさいから設定してません。トーストもこれ片付けようかな。片付けてく。テーブルセットしよう、久しぶりに。カジュアルなセッティング。赤。赤。イエローにしようかな。イエローにしよう。で、最近出たタイニーハウスとかで、まあ今アイムがやったようなやり方をやりつつ、スキルをやっていくと、もっとどんどん伸びがめちゃくちゃ倍速くなるっていう、チート並みの速さを発揮するので、まあ、皆さんもしよかったらタイニーハウス世帯とかで遊んでる方は、アイムみたいなやり方をやってスキルを上げてみてください。そうだよね。うちのカウがね、こう、なんか枯れちゃったんだよね。これよくわかんない。生き返るわけもなく。ちょっと、梅子、スーツに着替えて、なんか蜂と仲良くしたいな。蜂蜜売って、ダニ除去して、蜂蜜の量不満ってなってますね。蜂たちと仲良くしないとね、確かいい蜂蜜が取れなかったはず。こんにちは、蜂さんたち。痛い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 ってなってますね。水回りがおしゃべりメンキとめちゃくちゃ仲いいですね。ダニ、蜂と心を通わせる。スーツ脱がないといけないみたいですね。ちょっと危険なことをしますか。妊娠してるにもかかわらず、ハチと、ようようよう、ハチさんたちよ。心を交わしていこうじゃないか。ダメじゃん。ダメじゃん、ダメじゃん。痛い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 ってなってんじゃん。ダメじゃん。通わせませんでしたね。危ない危ない。帰ろ。マロちゃんお風呂に、マロじゃない。梅子お風呂に入ったら寝ていただきましょうか。やばい。うんたろう、おトイレ。おトイレ行って。トイレ行って。下のトイレ行ったら修理しましょう。あとトイレ修理したい。綺麗にする。いいですね。あれは？部品たちはどこだい？部品たちは。やだー。この家も修理していきたいですね。ちょっと余った食べ物の方たちちょっと待っていただけますか。うちの子供たちのために家を修理しておきたいんです。来ましたね。トントントン、トントントン。いいですね。11上がってますね。あ、徐々に徐々に。あ、いいですね。どこ行くんだ？めっちゃ訪ねてきとるやないかーいてん。めっちゃ訪ねてきとるやないかーいてん。まあ来てくれたお礼とか招き入れたりとかしていきますか。梅子仕事二日後なのか。OK な。まあ、この妊娠モードですね。を入れてるので、まあエコー検査を受けに行くことができるんですよね。なので、エコー検査を受けに、病院に今からうんたろうと一緒に行きたいなと思います。行ってきます。まあ、男の子か女の子か、どっちなんだろう。まあ、このモッドの URL なんですけれども、下に、概要欄に紹介している動画があるので、そちらの方から飛んで、
見てみてください。梅子やってきました。いってらっしゃい。ちょいちょいちょい、待って待って待って、いつの間にか家の中入ってるじゃないかてや。うんたろ帰ってきたらご飯食べよう。開く。どれ食べようかな。持ってきてもらったのじゃ食べようかな。これ食べて、お水と一緒に飲もう。あ、帰ってきましたね。あ、梅子が産婦人科から戻ってきました。彼女の所有物に、あ、ありますね。超音波スキャン。男の子でしょう。だって男の子だって。この辺に飾っておきますか。孫できたよ、おかん。男の子だって。じゃあ、梅子には引き続きお眠りについていただいて、文太郎はお水を汲んで、ソーセージと豆の煮込みを食べるみたいな。いいですね。美味しそう。あれ、まるちゃん今、あいの見ちゃったけど、この中でゲロッピーしたでしょ、ゲロッピー。いいけどさ。なんかまた吐くってありますね。じゃあいいよ、吐いてこう。気持ち悪いんだね。じゃあ吐いてこう。オッケーオッケー。じゃあ。中央&綺麗にしていこう。使用&綺麗にする、どういうこと、そういうことなの、使用&綺麗にするってどういうこと。謎すぎる。え、綺麗にするってないの、元気に片付ける、これか、そういうこと。あ、来た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 。ああ、そういうことだ。オッケーオッケーオッケー。じゃあこれ、それし終わったら、お風呂に入っていただいて、寝る。もう溜まりましたかね、なんか、悪の人みたいな感じになってるけど。来ました、400。なんで、来たので、いたずらを取得します。これでブーストが早くなった。うんたろはですね、洗濯、ちょっとやろうかなみたいな、選択しようかなみたいな感じでございます。洗濯物を洗って、今梅子お風呂入ってますね。アップグレードしたいな。あ、これ欲しいな、芳香剤トレイ。いいですね、芳香剤トレイ欲しいけど、待って、だろう、眠いってなってるんで、ちょっと寝ていただいて。来ましたね。じゃあ、スイッチしていただいて。洗って。いいね。おやすみみたいな。はーい。うんたろなんですけど、仕事が12時間後、了解、おやすみ。なんか、壊れた音したぞ、洗濯機。最悪。と、梅子、ここでですね、日光浴しようかな。水着ね、日光浴しようと。おやすみ。黒くなるのかな、梅子。隣を見ればいつの間にかうんたろうが本を読んでいるみたいな。仲良しかて。あれ、なんか、熱波、不快。すでに手遅れです。梅子はひどい日焼けをしてしまった。マジで？マジで？なんかそういえばなんか足から煙出てるような気がする。気のせい？あら！ひどい日焼きすぎるよ、それは。痛い。痛いわ、それは。それやめて。ちょっと子供のやつ。あ、誰また壊したの？誰これまた壊したの？寝よ。やっぱ妊婦さんは食べて寝てって送った方が、生活送った方がいい。なんけど。なんかチーンしたいですね。ピザロール食べようかな。ピザロール食べよう。なんか、
いたずらスキル。多分、今日中に昇進すると思うんですよね。金庫破り。あ、今、金庫破りなんだ。次、知能犯だって。なんか、そんな映画ありましたよね。なんか、待って、外、サンタさんっぽいなんか音がしてる。てん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 。てん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 。全然違うじゃん。まだかな？チーン、まだかな？チーン、まだかな？お仕事17分後なんだか。これあれなんですね。なんか、入れた時とチーンってなった時は、なんか見れるんですね。え、なんか美味しそう。何、あれしたのかわかんないけど。あんまね、冷凍食品系見ないんですけど。美味しそう、これ、ピザロール。海外の冷凍食品的な。何食べようかな。夕食を振る舞う。どうしよう。振る舞わない。グルメ料理作っちゃう、天ぷら。やばい、うんたろうお仕事なんじゃない？やっぱり。うまく、じゃあ、これ食べていいよ、ピザロール。いってらっしゃい、うんたろうお仕事。ピザロールと、あ、じゃあ、なんかよくわかんない。これ食べ、飲みながらピザロール食べる。基本なんかね、こういった感じで生活のやつ、まあ寝るとかだけでも取っといたらめちゃくちゃポイントが上がるのが早い。あれ何作ってんだっけ？あ、そうだ、天ぷら作ってるの忘れてたな。あ、一生懸命働く。いや、さすが、うんたろう。まだ来てないのか？郵便物来てたのかなって勘違いした。あ、レベルアップになった。美味しいっすか？美味しいっすか？あれですね、大食いを持ってる特質のチームは食べ方がいいですね。勢いがあって。こうやって移してあげて。これも食べな。あ、食事スキル。あ、いい。あ、アングルー。今なんかちょっと集中してる感じなのか。ひらめきよ、降りてこい、みたいな。やんけど。体力がやばいですね。帰ったら速攻寝ましょう。いいぞ。あ、帰ってきた。知能犯になりました。イェーイ。やっぱりいたずらレベルね。そうだよね。10にしないといけないよね。知ってろ。知ってろ。おやすみ、おなかよ。また一段と大きくなってるな。はい、今回はですね、切りがいいので、ここまでにしたいなと思います。次回をお楽しみに、梅子。この動画が良かったら、チャンネル登録、グッドボタン、ぜひお願いします。じゃ、またねー。バイバーイ。